身長美容身長がズバリなんだけど伸びが終わるサインについて説明していきたいと思います。キーンってことですね。ってことで結構この動画伸びるんじゃないかなと思うんだけど、久しぶりにこういった話するんだけど、身長が伸びなくなります。必ずね、これはあのね結構ねなんていうかな、あの悲しく聞こえるんだけど悲しくないですね。大人になるってことですから必ずそういう日が来ますね。結構ね私もいろんな方の視察してると先生もう伸びないんですかってこと言うんだけど、まあある意味それはそれでまず一つ悪いことじゃないです。ただまあそう言いながらももちろん皆さん伸ばしたくてこの動画を見てるわけだから少しアドバイスさせてください。で例えばなんだけど、まああの顎ひげの下のひげが生えてきたりだとか、そういったのも結構こういわゆる春季とだんだん終盤の方になってくるわけだから、そういったのがサインの一つでありますよってことはもちろんお伝えはできると思います。まあ脇毛とかもそうかもしれない。だけどそれをもって終了っていうのは良くなくて、やっぱりそれよりも伸び率がだんだん落ちていくとか ALP の値がだんだん落ちてくるとか骨端線がまあ閉じちゃってるとか、そういったところがよっぽど重要になってきます。じゃあそれをどうやって評価するのってところで、レントゲンだって採血だって取れないし、伸び率が低くなるっていうのはどういう風な状況なんだってことで皆さんなかなか分からないってことですね。ということでズバリなんだけど、この身長先生の身長診断ですね、こちらの方を受けていただくとそういったのが科学的に分かりますので、ぜひこういったサービスを使ってください。ただねこれ15歳0ヶ月までしか受けられませんね。その点も十分注意してくださいね。ここでびっくりされた方多いと思います。実は結構もうそういった時期ね、いわゆる15歳0ヶ月になるまでに最終身長ってほぼ決まってきます。私はよく口酸っぱくお伝えしてますけど、もはやね男性は14歳ね、女の子は13歳、もうその時点でかなり最終身長って決まってますので、もうそれまでにぜひねこういう風な検査をしていただいて、自分のお子さんが、ね、最終的に何センチなのか、そういったところをチェックされるといいかなというふうに思います。参考になりましたでしょうか。それでは。